きました。グッドモーニング。なんか不思議な感覚でした。今広島いるんですけど、なんか実家にいる感覚もあって、2回ぐらい、あ、ここ実家かみたいな。じゃあ寝てていいかみたいな。とか言うの、あ、違う、今広島だから自分で起きなきゃみたいな。と、それを行き来して起きた。待ってさ、今さ自力で起きとかなさ、配信せずにさ寝とったよ。配信せずに寝とった。危なかった。危なかったよん。あ、そうなん、話し会。また待ってるよ。そう、何もなず。音信不通でだったら心配しとった。心配するよね、そりゃ。でもメールで、そう、あの眠いみたいな、眠みたいな送ったから、それでもしかしてってのはあったかも。眠察するよね。明日バレンタイン。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そっか。じゃあバレンタイン用の画像を用意しとくわ。しかも明日さ、なんかお仕事入ってってる感じだったんですよ、スケジュール帳見たら。でもさっきさ、明日は何もありませんって連絡来たから、よし寝るかって言った。よし寝るかって思った。バレンタインか、明日。やばい。
夢、何の夢見るかな。バレンタインコーデ、そう迷っとる、どうしようか。バレンティン、チョコをください。ください。バレンタインっぽいパジャマ。はははチョコ欲しいですか。チョコチョコっと欲しいですか。チョコチョコっと欲しい。チョコチョコっと欲しい。チョコはチョコっとがいいよ。チョコはチョコっとが美味しい。いっぱいあるよりか。いっぱいがいいんだ。あー、日持ちするから日持ちするから。うん、強すぎる。チョコね、チョコ好きですよ。どのぐらい？どのぐらいかな。毎日ちょこっとなら ちょこっとなら食べれそう。サイアンからなら溶けたやつでも欲しい。ほんまか。どういう系、どういう系のチョコが好きか。どういう系。多分一番買ってるのはなんかストレスを軽減するみたいなチョコをなんか多分買ってるかも。美味しいんですよ。ストレス軽減する、あと睡眠の質を高める。え、
そう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 、チャックあるし。カカオ 90% って苦そう。 80% ぐらいで苦いもんね。 80% でも効果ありそう。毎日チョコレート効果食べてます。チョコレート、レアチョコじゃないでしょチョコじゃない、あ、チョコは甘いから。チョコ、あ、そういうことか。なんかさ、あのラジオチリパでさ、チリパの時にさ、チョコの話になってからさ、バレンタインの苦い思い出みたいな、その時に最後の感想で私が、これやビターですねって言ったん。よし決まったと思ったけど、全然おー全然反応なくて、あれあれってなったなったんよ、その時。なんかそれはビターですねみたいな、本当よねみたいな、なんか賛同を受けるあれみたいな、マジで。なんかそのまんま終わって、私の本当に台本にあったみたいな感じに、台本にあったんって感じなぐらいスッって溶け込んだんや。溶け込んだんや。でもしっかりね、放送されとったよ、ビターですね。いや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 、いや、しっかり、しっかり声乗ってた。しっかり声乗ってました。だから、あれ？って言ったけど。もう、なんも。え、でも、そう、実況、そう。あのチリパ、ハッシュタグチリパで、サーヤうまいこと言うなみたいになった。なんかビターですねみたいな一人いらっしゃいましたけど、そう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 、何事もなかったように。これこそビターや。これ
こそビターな思い出や。っていうことがあったのよ。っていうことがあった。今のチョコの話からしてね。今のチョコの話の流れからしてね。そう、溶け込んだっていう話だからちゃんと溶かそうねって話。チョコはちゃんと溶かそうね。わかりましたか？わかりましたか。そういうこと。そういうことだよ。そう。というわけで。この話は終わりです。この話は終わりです。楽しかったね。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。いい話だった。甘い話。甘い話。なんかあるかな。甘い話なんかあるかな。甘い話か。
溶けそうになった話、溶けそうになった話、溶けそう、なんだろう、もう考える脳もなくなったわ。考える脳がなくなった。炭水はありません。あれ止まった。ループした。誰か私の配信の電波を止めてる。ってこと？私の電波を。どうも。どうも。
今日は私は昼に起きてから食べました。ご飯を。今日は ラーメンです。家系ラーメン。デリバリー。デリバリーです。デリバリーでも美味しかった。なんかカフェに行きたい気分。カフェ行きたい。メロンソーダか。コーヒー。コーヒーか。紅茶。飲みたいな。いいよ。しかももう家に全然なくなった。明日は外に出なければならないのか。今日なんかあったかい気がしてきた。明日もあったかいの？散歩するか。
すごい、上着いらんぐらい。なぜなの？最高16度。明後日18度。明後日18度だって、もはや20だよね。もはや20度。朝と夜は寒い。確かに。ダウンとか着とったら、暑そう。でも朝と夜は、だからアウターがあればいいのか。ね、でもこれからどうなんだろうね。もう、また寒くなるんかな。なんか、寒くならんそうだけどね、もう。気づいたら冬が終わってた。次の週は寒くなるらしい。そうなんですか。次の週寒くなるらしい。じゃあまだ終わってませんでした。疲れです。2月13日。2月って一番寒いイメージあったけど、昨日寒かったよね。昨日ね、なんかめっちゃ寒かったイメージある。1月が寒い。
2月寒いイメージある。でも今日は夏の夕方に、あ、夏と秋の間の秋の入り始めの夕方に寝てて、でなんか冷たい風が吹いてくるみたいなのを思い出した。その瞬間を思い出した。そう。めっちゃ良くない？夕方の冷たい風吹いてくるの。え、そうなんだ。そうなんよね。夏終わって秋になる変わり目いいよね。でもやっぱこう暖かくなってくるとアウター着らんでいいの楽でいいけど、アウターもこもこ結構置き場に困るよね。そうなんや。しかも冬ずっとそれ着とったらさ、なんかそればっかり着とる人みたいになるよね。2回聞いた。いや、そうなん、なんか違う。アウター合わせての合わせ方が難しい。よいしょ。しょしょしょ。洋服最近よく買ってたけど、ちょっと考えてるよ。ちょっと考えてる。これはいつ着るのって。可愛いなーって思うのあるけど、
に入り登録してる。てるよ。だからちょっとセールしたらまた考える。売り切れたら悲しいけど。そうそうそう。絶対に欲しいのはもう買ってるんよ。少し悩む。少し悩ましい。でも毎日考えてる。毎日や。考えて画像とか見てるけど、どうしようかなーって。しかもね、ウィークリーランキングみたい、週のそういうランキングで1位だったの。これもしかしてって思ったけど、おお。Hello, is this your new pet? Hello. Hello. Is Hello, is this your new pet? Your new pet. おお。その電話は新しいです。That phone is new.え、すごくない？全問正解。この車は新しいです。 This car is new。 やったー、全問正解したー。あれ、なんか新しいステージに行った。When? When?
pen when when pen pen when when let's go to the new museum the museum is very big なんかさ急にさ長くなったなんか急に長くなった Let's go to the new museum. The museum is very big. とりあえず美術館がとっても大きいってこと Let's go to the new museum. The museum is very big. 美術館に行こうよそこはとても大きいからみたいな感じその博物館だったその博物館は小さくてつまらない遠くて古い大きくて新しい大きくて新しいだキュートカンキュートキュートイエスレッツゴーイエス・トゥ・ザ・ズーレッツゴートゥ・ザ・ズーおお。トゥ・ザ・ズーん Tom, where is your house? Is your house in Toronto? Tom, where is your houseIs your house in Toronto? Where is your house? 家はどこ? Tom, where is your house? Is your house in Toronto? In Toronto? Is your house in Toronto? Is your house in Toronto?トロントンの家どこにあるの何を聞いてますか住んでるところ Where is the mall? モールはどこですか Yes, let's go to the mall Let, pet, let 絶対列やクーランを見てください。A beautiful museum. That is. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. Yes, let's go to the zoo. Hi. 動物園に行きましょう。モールに行きましょう。訳してください。Let's go to the mall. こんなんだったっけ？おおおお。あとと。訳してください。新しい博物館はどこですか？Where?Where is new museum? こんなんと。Where is the? The が抜けてた。Where is the? New museum.
この文訳してください。博物館はどこですか？あ、またや。よし、Where a is the museum？新しい博物館はどこです？ Where is the？ なんかこの前もザ抜け忘れたんだよね。何だったか。やったーやったー。ね、ここまでだ。今日はここまで。今日はここまで。すごいね、本当。でも個人学習はやっぱいいね。頭に入りやすい。でもさ、答えるのがさ早くなってきたよ。だね、確実に確実に。なんか頭には入ってきたよ。パッて会話できるようになったらいいけど。じゃがな、じゃがよくわからんな、じゃの使い方が。 Where is the new museum？ とりあえずザってつけとる。つければいいのか。特定のもの、あー限定できるとき。とりあえずダメやね、そんなこと言っちゃう。なるほどね、刺してる。 Where is the museum？ なるほどね。 Where is the うん、間にあるやつ。コーヒーを頼むときは一つくださいとかだったらあーだもんね。あ、コーヒー and あ、プリーズ。あ、コーヒープリーズ。なる
名詞。笑い声おかしい。怖い。じゃあ日本語のあーとかも結構馴染みあったんかな、英語の英語と。あ。あ。コーヒーください。日本語についての最初のあーは特に意味はないけどね。英語だったら一つっていう意味だけど。日本語本当日本語を勉強するとき覚えなくていいこと多そう。いや絶対難しいよね、意味が全然違うときあるしな。うん、大丈夫ですとか、ね、大丈夫です、どっちとも取れる。いいですいいですもん。すみませんすみませんとすみませんとすみませんよろしくお願いしますのすみませんとすみません。すみませんちょっといいですか。本当言い方で言い方で変わる。なんか言い始めるときすみませんって言うね。なんかすみません、うん
ちょっといいですか？よくない、よくないやつ。どうもとか、どうもどうも どうもどうもってなったらもう、That's this That's this って感じよね。どんどん変わる。炭酸飲みたいな。炭酸が飲みたいよね、私は。私は炭酸が飲みたいの。どうしようかな。冷蔵庫にあったようななかったような。どうしよう。どうしよう。アイスボックスにさ、
ナジー入れてさ飲みたい。今そういう気分なのよ。これから飲んだらどうなることやら。いや、そうなんよ。飲みやすくなる。配信終わったら始めときます。楽しみだ。もはやカフェにモーニングに行きたい。今何時？10時半か。まだまだですね。モーニングを待つとまだまだですね。確かに。これからモーニングまで配信したら8時間ぐらい。残ってる方はいるかな？残ってる方はいるかな？私、そう、やると決めたら多分できるかもしれん。もしかしたら今は見てなくて
その7時間後ぐらいからおはようって見始めた方はいるかもしれんけど、もうずっと見とる方おらんかもしれん。いる？見たい？本当ですか？え？300人も？しぶとい？え？え？私の予想は3人私の予想3人だよ。3人いたらいいなって感じ。本当？いや4人はいるやろ。4人はいる？ 7 人7人どんどん増えるけどそんなに増えてないね。起きてたら何かあるの？いや何もない。何もない。配信そうね、配信0時までだもんね。確かに。でもね、夜は寝よう。夜は寝よう。みんなの自律神経を乱すわけには自律神経もう乱れてるので大丈夫もう乱れてる。マジか。明日の格言にする。夜は寝よう。でも夜にやっぱお仕事されてる方とかもいるもんね。そうなのよ。そうそうそう、夜勤とかの方にとっては昼は寝ようなのか朝は寝ようなのか。
寝れるときに寝よう寝れるときに寝よう格言。もはや最近格言さ、なんか調子悪いみたいな噂ないですか？ん、大丈夫そうですか？いや、あれよ、降りてきてるから毎日。ふっと降りてきてるから。そうよ。カツカツです。まだまだカツカツです。人生のことを考えたときはいっぱい思い浮かぶけど、その時でもね、なんかちょっと重すぎるとさ、なんか重たいかなってなるから、そこは気をつけてるよ。重すぎないように。そうなんや。降りてきてもね。そう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 。気分によって。そう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 。今日の良かった？今日なんだっけね。あ、そう、味方がいたら強くなれる。いつだよね。そうだよ。そうだなと思って。刺さった。味方大事だよね。
対一対し。明日はどうしようか。確かにバレンタインだった。バレンタインっぽいバレンタインっぽい格言。ああチョコは、チョコはチコッと食べると美味しいみたいな。どうかな。やめたがいいね。やめたがいいね。それやめたがいいね。ビター使う？人生はそう甘くない。人生はカカオ 90% チョコの甘さは自分で決めよう。カカオのパーセンテージ山あり谷あり。どうしようかな。ビター。人生はそう甘くない。
生。いや、ちゃんと溶かそう。わだかまりはちゃんと溶かそう。湯煎をしたら滑らかになる。じっくり時間をかけることが うむ。ちゃんと溶かしてとちゃんと溶かして温めよう。順番おかしくなった。固める。考えとくね。チョコむずいね。最終的に何になるか。
人生はカカオ 90%。 人生はチョコ作り。これよくない？人生はチョコ作り。出来上がったものがチョコだ。わかりました。わかりました。考えます。考えます。いや、ちょっと瞑想してるわ。ちょっとメモしとこう。いいね。イエーイ。手応えがあるときはしっかりありますね。よし。これで明日さ、ポストしてさ、ん？ってなったら、ん？ってなった時の反応が。そろそろ配信も終わろうかな。炭酸飲むから。
そんなのかな。長い時間ありがとうございます。ありがとう。バイバイだよ。この後さ、配信のさ、このショールーム配信のアフタートークあったら面白いね。炭酸飲みながら、お疲れ様でした。あったら面白いね。ないですよ、今日はないです。今日はないです。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。